はい、木の店三目です。テーブルの板になります。栗の板をですね、剥ぎ合わせして、テーブルにしました。これ2枚の1枚板をね、2枚使って、剥ぎ合わせは3枚にという、そういうね、作り方をしたテーブルになります。板の、詳細はですね、ここに真ん中に使っているので1枚使って、あとこっち側とこっち側の端に、同じ1枚を縦割りした1枚を、ね、引き裂い、縦割りして両サイドにくっつけたという、加工の仕方ですね。作り方になりますね。そしてもう一つ言えば、こっちがね、今ね出てるの、これが一応表面にしてるんですけど、表面にしてて、こっちが木表、そしてね、真ん中の板は木裏にしてます。そしてこっちがまた木表っていう感じで、表とね、木表と木裏を、剥ぎ合わせの面をね、逆にして、剥ぎ合わせをね、してます。はい、そういう風な感じの、テーブルの天板ですね。これがサイズがですね、長さが1760の長さあります。そして幅が、だいたいこの辺から、一番この端でだいたい86センチ860、そして真ん中のあたりもだいたい似たぐらいで860ですね。で、この辺で一番広いところが90センチっていう感じですね。だいたい860ぐらいから90センチの幅のある板になります。そして厚みが45mm、 4.5 センチですね。こういう風な感じで、これいいね。今ですね、これ表面、表面のこちらの面だけ、うずくり仕上げでね、ちょっとこう夏目を少し削って、目出しした仕上げにしてます。ブラッシングですね。ただここで触るとね、ちょっとこう少しね、 手に凹凸がこう少し、ね、感じられるくらいな感じのところでね、これも塗装した時にね、どういう風な感じでオイルとね、塗った時にそういう風な濡れ色がね出るのか、その辺もね見てもらえばいいかなと思います。はい、じゃあ今からね、オイルの方塗っていきましょう。木裏の方からね塗っていきます。はい、木裏の方から塗っていきます。これ剥ぎ合わせた面って、こう画像からどうでしょうね、分かりますかね。ちょっとこの辺と この辺なんですね、剥ぎ合わせたのが。ちょっと、そっか、遠目にするとなんとなくね、剥ぎ合わせたラインがね見えるのかなと思います。この真ん中の板がね、1枚輪郭がある程度しっかりしてるんでね。そうですね、こういう風な感じで剥ぎ合わせしてます。こういうようなテーブルの剥ぎ方をするときは、だいたいこの両端に使う板、今回も同じ板を使ってるんですけど、この板がね、もともと芯にすごい近かったり、最初からの芯持ちの板ですね、そういう板をね、こういうような両サイドに使う板としてね、よく使うようにしてるんですけど、というのはね、一枚板として芯が入ってたりするとね、大きく割れてたり、大きく反ったりとかして、なかなかそのまま一枚板で使うことがね難しいので、こういうふうにね、割って立ててね、割って使うことによって、芯のね力がだいぶ軽減されて、剥ぎ合わせの時にはね、すごくかえってね有効な感じの使い方かなと思います。これなんかもね、だいたいこういうふうにで、正目の通りになるんで、要はそうですね、製材とまさどりみたいな感じですね。ここ、ね、の板の場合はだいたい真ん中の板目も少し残してね、
追いまさって言ってちょっとね炒めがこういうふうにね炒めがちょっと残る取り方にしてますけど、まあ、この辺なんかほとんど、まあ、炒めですね、はい、でもまあこういうふうにねマサがこういうふうに乗るというこっちはね大体こういうふうにマサが乗るとまあ大体普通のねよく見る木の感じになるんでねそんなに、ね、違和感がないのかなっていうのと、まあ、あと新持ちのそういう材料をね有効に使うことができるので結構ねうちではこういう剥ぎ合わせはなるべくね結構ね要所要所でやるようにはしています。裏面の方はね以上です。はい、じゃあ表面の方をね塗っていきます。表面の方はね、うずくり仕上げになってます。ブラッシングでね結構塗った後もこう結構やっぱり杉ほど柔らかい木じゃないので夏面がねそんなに削られブラッシングしてもねそんなに削られないんですけどそれでもねやっぱりこう触ると特にこのマサのあたりはね凹凸はだいぶ感じられるかなと思いますね。そしてこの真ん中の板はね、本来の1枚板の場合はで使ってたのだと1枚板で使ってた時はこの木裏が、まあ、この表面に出てる感じですね。はい、やっぱりね硬い木なのである程度の広い板ですけど塗装は早いですね。もうすごい滑らかに。いい感じでね仕上がりましたね。はい、こんな感じですね。こっちからだと。やっぱ小口の吸い込みでねこの剥ぎ合わせたところがねもうすぐね一発で分かってしまう感じになりますけどね。そして耳の方もそうですね皮をね剥いただけの感じではなくてやっぱり若干ちょっと削り込みをして、まあね木が出てるところもねやっぱり結構あるんですけどなかなかね今回のこの栗の板に関しては耳はねあんまりなんて言うんでしょうね耳の状態はねあんまり良くなくて結構ね削ったりそうですね綺麗に皮がね剥がれるというような感じにはちょっとならなかったんですけどそれでもまず、ね、そうですねいい感じで仕上がってるんじゃないかなと思います。一応ね今塗ってます。はい、こっちもそうですね。こっちもやっぱりあんまりね素材の段階で耳の状態がねあまり良くなかったので結構ねザクザクだったんですよね。この辺もねちょっとだから削り込んだりとかして そうですね、まあ、そんな感じでもですねまずそうですねその割にはという感じでまずはい良さそうなところで仕上がりました、ね。はい、そんなところで、栗のね、これは岩手県の栗の1枚板ですね。それを2枚使いまして3枚の剥ぎ合わせにしました。雰囲気ね、いい感じじゃないかなと思います。もうダイニングテーブルとかそうですね、広めのローテーブルすごくいいと思います。栗の剥ぎ合わせ、3枚の剥ぎ合わせをしたテーブルの天板ですね、オスモカラーのオイルで塗装終わりました。ご視聴ありがとうございます。